にちは、まぼです。はい、今回はですね、アースミュージック&エコロジーで購入した、はい、ブルゾンと、あとはちょっとした小物品をご紹介していきたいと思います。ブルゾンの方は以前散歩ブログで着てたものだったんですけれども、はい、ちゃんと詳細などをお見せしてなかったので、今回はそちらも一緒にご紹介していきます。じゃじゃーん。はい、こんな感じで、アースで購入してきました。はい、じゃーん。はい、こちらの以前紹介したブルゾンです。こちらはサイズが S サイズです。これは至って普通のね、まあこういうブルゾンの、はい、ちょっとね、ここがゴムっぽくなっていて、そう、サイドのポケットが、はい、2つついています。私からして左側の袖の方にもポケットがこんな感じでついてて、ちょっと小物っていうんですかね、入るようになってますね。で、こちらですね、裏地がこう、モコモコになってるんですが、実はリバーシブルタイプで、はい、こちらのモコモコの面と、こちらのサラッとしたね、こう、カーキ色のものになっているんです。ちょっと裏返してみたいと思います。はい、裏返してみたら、こんな感じです。で、素材が、ほんと、モコモコした、ちょっと毛布みたいな感じで、ね、袖もちゃんと裏返すと、ここも白くなっています。ここの方にもポケットが、こうサイドに2つついている形になってますね。S サイズから L サイズまでちゃんとサイズがあるので、はい、こうちゃんとサイズ展開とかもあってありがたいなって思います。また後でこう両面着て簡単にお見せしたいと思います。はい、今回購入したものがちょっと少なめで次で最後になります。最後はこちらです。じゃんじゃじゃーん。はい、このモコモコの襟巻きを購入しました。イエーイ。こちらの裏の面はこういうちょっとサラッと肌に触れてもね、いい感じの、はい、生地になってて、で先端にこういうちょっとクリップピンみたいなのがついているので、でこんな感じに巻いて、でこのクリップがついてる方を前にしてこう止めるっていう感じですね。首が暖かくて急にゴージャス感が増しますね。暖かくて、うん、すごくお値段もマフラーにしてはプチプラかなって思うので、はい、すごくおすすめです。色違いもあったので、もうスタイルに合わせて購入してもいいかなと思います。はい、では一番最初に紹介したコートですね、こちらを着てみたいと思います。最初のカーキのカラーはこんな感じです。はい、で S サイズなので、はい、私の体型にほんとぴったりな感じです。袖もね、こう余った感じもなくてぴったりかなって思います。後ろもこんな感じでサラッとしています。先ほどご紹介したファーなんですけれども、こういう風にちょっとね、襟元がスッキリしているコートと合わせても可愛いですし、はい、ノーカラーコートなどと合わせてもいい感じですね。続いてはこちらの白いモコモコの方を着てみました。はい、見た目がね、暖かそうに見えます。サイドにポケットもあって、はい、袖も可愛くていい感じです。こちらもシンプルなモコモコな感じですね。うん、先ほどのね、ファーをつけたらもうさらにモコモコ感倍増なんですけれども、まあこのコート自体のカラーがシンプルなので、マフラーとか小物類でさらにこうカラーを入れてあげると冬らしくて可愛らしいコーディネートになるんじゃないかなと思います。で、購入した購入品のご紹介でした。購入したものはちょっと少なかったんですけれども、コーデのね、着回しだったりアレンジがしやすいアイテムだったんじゃないかなと思います。それから冬のセールとかたくさん始まっているので、よかったらぜひチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。